はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は国語が苦手な人のための動画、これね、夜と霧という話をね、読んでいきたいと思うんですけれども、皆さんは第二次世界大戦の時にね、ドイツがユダヤ人を、次から次へと逮捕して強制収容所に入れてどんどん殺していったという話を、ちょっと聞いたことがあると思うんですけれども、そのユダヤ人を強制収容する強制収容所で、わずかながら生き残った人の話なんですよね。その、この夜の霧を書いたピーター・フランクルさんっていう人はね、精神科医なのかな、ね、その心を扱うお医者さんなんですけれども、その強制収容所で自殺していく人をたくさん見てきました。その中でどうすれば人間は生きる力というものを、ね、維持できるのか、生きる力、生きがいというものを持てるのかっていうことを、考えたんですね。その時の、話なんですけれどもね、1回目、まず前半読んでいます。人間は人生から問いかけられている。それはまた誰かがあなたを待っていて、何かがあなたを待っているということでもあります。フランクルのこの考えは、収容所で絶望し死んでしまいたいと思い詰めていた多くの人々に生きる力を与えました。夜と霧には以下のようなエピソードが載っています。ある時、フランクルのところに、もう人生からは何も期待できないと自殺を図ろうとしている2人の仲間が相談に来ました。実際、収容所ではあまりの絶望のために自らの手で命を絶つ人が後を絶ちませんでした。同時に自殺しようとしている人を見つけた時は、例えば首にロープを巻いている人を見つけた時など、助けてはいけないという決まりさえありました。強制収容所はそのような無情、非情な場所だったのです。相談に来た二人に対して、フランクルはこのように言いました。あなたには、あなたのことを待っている誰かがどこかにいませんか？あるいは、あなたによって実現することが待たれている何かがありはしないでしょうか？例えば、やり残している仕事、あなたがいなければ実現されることのない何かがあるのではありませんか？よーく探してみてください。あなたを必要としている誰かがいるはずです。あなたを必要としている何かがあるはずです。すると、二人はしばらく考え、一人は、自分には外国に子供が一人いる。その子は自分を待っているはずだ。もし自分が死ねばその子は、肉親が一人もこの世にいない子になってしまうと答えました。もう一人は、自分は科学者であり書きかけの著作の原稿がある。それはシリーズであり、それが完成するまでは死ぬに死ねない思いがあると答えました。二人とも自分を待っている何か、誰かがこの世にあることに気づくことで自殺を思いとどまったのです。私たちは、生きる力というのはあくまでも自分の意志の問題であり、あたかも自分の内部から湧いてくるもののように考えがちですが、実際にはそうではないことが多いのです。人間という存在の本質は、自分ではない誰か、自分ではない何かのつながりによって生きる力を得ているところにあります。自分を待っている何か、仕事、自分を待っている誰かとのつながりを意識した人は、決して自らの生命を絶つことはないとフランクルは言います。さあ、ここで切りましょうね。確認していきます。人間は、さあ、何から問いかけられているのですか？そう、人生から問いかけられているんです。そしてね、
誰かがあなたを待っていて、何かがあなたを待っているんです。フランクルのこの考えは、収容所で絶望し死んでしまいたいと思い詰めていた多くの人に生きる力を与えました。夜と霧には以下のようなエピソードが載っています。さあ、ある時フランクルのところに、さあどんな人が2人相談に来ましたか。そう、もう人生からは何も期待できないと自殺を図ろうとしている二人の仲間が相談に来たのです。実際収容所ではあまりの絶望のために自らの手で命を絶つ人が後を絶ちませんでした。同時に自殺をしようとしている人を見つけた時には、どんな決まりさえ強制収容所にはあったのですか。そう、首にロープを巻いている人を見つけたときは助けてはいけないという決まりがあったんです。強制収容所はそのような無情非情な場所だったのです。さあ、相談に来た二人に対してフランクルはこのように言ったんです。あなたにはあなたのことを待っている誰かがどこかにいませんかと。あなたによって実現することが待たれている何かがありはしませんかと。例えばやり残している仕事、あなたがいなければ実現されることのない何かがあるのではありませんか。よーく探してみてください。あなたを必要としている誰かがいるはずです。あなたを必要としている何かがあるはずです。さあ、すると二人はしばらく考え、さあ一人は誰が待っているはずだというのですか。自分には外国に子供が一人いる。その子は自分を待っているはずだ。もし自分が死ねば、その子は肉親が一人もいない、この世に一人もいない子になってしまうと。もう一人は何が待っていると答えましたか。そう、自分は科学者である。書きかけの著作の原稿がある。それはシリーズであり、それが完成するまでは死ぬに死ねない思いがあると答えたのです。さあ、そして二人とも自分を待っている何かがこの世にあることに気づくことで自殺を思いとどまったのです。私たちは生きる力というのはあくまで自分の意志の問題であり、あたかも自分の内部、心の中から湧いてくるもののように考えがちですが、実際ではそうではないことが多いのです。さあ、人間という存在の本質は実は何によってつながっているのでしょうか。そう、自分ではない誰かとか、自分ではない何かとのつながりによって、私たちは生きる力を得ているところがあるのです。そして自分を待っている何か、仕事、自分を待っている誰かとのつながりを意識した人は、さあ、決して自らの命を絶つことはないとフランクルは言うのです。いいなと思ったらチャンネル登録、メンバーシップ、高評価お願いします。では今日はここまでにしましょう。続きはまた。